さんこんにちは、まめです。たまです。皆さんは筋トレをしていると筋肉痛ってきますよね。ただその筋肉痛が来た際にこんな悩みってありませんか？筋肉痛の時には筋トレをしない方がいいのか、そして筋肉痛を早く治す方法はないのか、また筋トレをして筋肉痛が来なかったら意味がないのか。僕たちも筋トレを始めた頃っていうのはこういった悩みをたくさん抱えていたんですね。そこで今日は筋肉痛の時にやってはいけないことや試してほしいことを紹介します。筋肉痛の時に筋トレするか悩んでる人、筋肉痛の時の過ごし方を知りたい人、そんな方は今回の動画を見ることで筋肉痛の時の筋トレの仕方や筋肉痛を早く治す方法を紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちね、ダイエット中とかあと筋肉をつける時期ね、関係なく朝起きたらタンパク質取るんですね。でこの時に結構みんなからよく聞かれるのが、 EA とプロテインってどっち取ったらいいのって聞かれるのね。正直どっちでも大丈夫です。でただ EA の方がやっぱり吸収スピードとかが速いので、長い目で見てそしてお金をかけられる方はね、 EA をねぜひ飲んでみてほしい。特にね、今日筋肉痛について話していくんだけど、筋肉痛の時にはやっぱタンパク質の補給ってめっちゃ大事なんで、朝起きたらまずは固形物を取る前にこういったプロテイン EA からタンパク質を取ってみてください。冷凍食品でちょっとした料理作ります。最近ね、この胸からにある工夫してめちゃくちゃハマってる料理があって、それがね、キノコを使ってあんかけを作るの。冷凍食品を工夫加えると。そう、このあんかけソースをね胸からにかけたらマジで美味しくなるんだよ。しかもまあキノコも取れるしさ、本当におすすめです。これちなみに気になるレシピはどんな感じ？レシピはね、もう俺が入れてるのは醤油、料理酒、みりん、これ全部大さじ1、あと白だしちょっと入れる、あと水 150ml って感じかな。うおうまそう、すげえな、はい、これ普段作ってんだっけ？そう、これ最近マジで作ってるやつ。いただきます。ね、一手間がいいんすよ。あ、うまくない？めっちゃうまいわ。冷凍食品でこんだけ変わるのすごいよ。すごいよね、うん、で今回は筋肉痛についてメインで話していくんですけど、そもそも筋肉痛って何かというところなんだけど、筋肉痛っていうのは言ったら筋肉の怪我とか損傷なのね。だから筋トレをして筋肉が傷ついてるわけですよ。でそれがどんぐらいで回復するかっていうと、部位によって変わるんだけど、だいたい48時間から72時間って言われてるのね。でその48時間から72時間の間にこういった筋肉の栄養になるタンパク質とか炭水化物を取ったりとか休養することで、壊れた筋肉がより強くなって太くなって筋肉が大きくなっていくみたいな、うん、それが筋肉痛っていうものです。毎食後にマルチビタミン2粒とあとビタミン C ね、あとは亜鉛1粒 HMB1 粒、このあたりはね欠かさず飲みます。よく行くお店、今ね年始一発目の買い物をしてきたんですけど、俺らがね本当に好きなブランドがシュタインっていうブランドなのね。ちょっとね値段は高いんですけど、めちゃくちゃかっこいいんで、何服買ったらいいか分かんないとかっていう人はね、キャロルってお店でぜひ行ってみてください。お昼ご飯は筋肉食堂。今回はこのサーモンにしたんだけど、筋肉食堂のいいとこはこんな感じでカロリーと PFC がね書いてあるのがね、めちゃめちゃ調整しやすくてね、おすすめな点です。今日頼んだのはサーモンステーキと馬肉です。今日俺らさ筋トレオフじゃん、うん、よく聞かれる質問が、筋肉痛の時筋トレどうしたらいいの、よく聞かれるんだけど。多いね、うん、筋肉痛の時には正直無理に筋トレをする必要はないと思って、筋肉痛ってさ、朝話したように筋肉が破壊されて炎症起きてる状態なのね。その状態で筋トレやっちゃうとむしろ逆効果になっちゃう可能性はあります。例えば筋肉痛の時に筋トレやると思った以上に力が出なかったりとか、あと関節の可動域がね狭くなっちゃったりして怪我につながる可能性があるんで、筋肉痛の際に筋トレやりたいんだったら筋肉痛じゃない部位をやるのがおすすめです。例えば胸が筋肉痛だったら腕をやるとか、そう、足をやるとか、それならいいと思う。俺らが乗ってます。今ね渋谷のドンキに行ってきまして、バイタスのね商品がたくさん置いてあったんですけど、あれさ基本ネットでさ俺ら紹介してるじゃん。そうだね。ただね実際に店舗でも売ってるので、僕らが紹介してるマルチビタミンとかプロテインとかね、気になる人はぜひね行ってみてください。これから仕事、今ね仕事をしてる途中に僕がね好きな令和の虎っていう YouTube チャンネルを見てたんですね。そしたら僕らがね今 UberEats で豆玉の頑張らないダイエット食堂っていうお店をね出してるんですけど、そこで一緒にね協力してくださってる社長さんが出てたのね。なんか改めて僕らの周りには本当にすごい人たちがいっぱいいて、そういうすごい人たちと一緒に仕事をできてるっていうことにね、改めてなんかすごく感謝の気持ちと、うわこれからもっとその人たちに負けないように僕たちもね頑張んないとなっていう気持ちになりました。今日はユニクロで何買うの？今日はもうね全部これなんだけど、このエアリズムとこれもねエアリズムね、肌着とパンツか。そう、普通多分ねヒートテック買うと思うんだけど暑いので筋トレの代償ね。そうです。今日は何の本買ったの？今日はマーケティングの本とコミュニケーションの本、ジャンル別のやつを買ったんだけど、結構頻繁に本を買ってるの。よく持ってるよね本ね。そう、本って1000円ぐらいでその人が数十年かけて手に入れたマインドとかをすぐ勉強できるから、めっちゃコスパのいい投資なんよ。だからね僕はね頻繁に本を買います。夜ご飯を海鮮、磯丸で海鮮丼以外頼むのはこの貝でしょ、あとマグロ、カニ味噌、粒貝、この辺りはね全部食べれます。
久々のサウナですね。やっぱサウナ最高、ね、最高。ちょっとさ、整えながらあれなんだけど、ちょっと今日筋肉痛のこと話してるから、みんなからね、視聴者からね、結構もらう質問まとめたのよ。ちょっとそれ答えてほしい。皆さんの悩みのね、まずね、よくあるのが筋肉痛を早く治す方法を教えてほしいっていう悩みがすごく多くて。あ、はいはいはい。なんか方法ないから。そもそも筋肉痛っていうのは、今日の冒頭にも言ってた通り、48から72時間で治るから、うん、まあ時間がなっても治るんだよ。そうだね。そう、まあその上でよりこうしたらもっとその時間がちょっとでも短くなるよみたいなものを紹介したいと思います。いろいろ方法あると思うんですけど、サウナとかお風呂に入るって結構効果的なんですよ。なんでかっていうと、体を温めると血流が良くなるので、うん、で血流が良くなると栄養とか酸素っていうのが体に行き届きやすくなるから、結果的に回復につながって筋肉痛っていうのがより早く治りやすくなる。なるよ、うん、だからサウナもいいし、湯船に浸かることでもいいし、ストレッチとかもいいんだよね、うん、そのあたりはマジおすすめ。じゃあ、あとね、もう一個あんだけど、食事とかの点で気をつけるべきところってあるみたいな。あー、食事は筋繊維を修復するタンパク質だったりとか、あとおすすめなのがビタミン C。 ビタミン C っていうのは風邪だったりとか、まあ、口内もそうなんだけど、そういうこう怪我とか炎症とかっていうのを治してくれる効果があるのね、うん、なので筋肉痛を早く治したいとかだったら、ビタミン C を僕ら普段 3000mg 取ってるんですけど、4000にするとか5000にするとか、ちょっと多めに取るとより早く治りやすくなります。まあ、筋肉痛ってとこは睡眠とかも多いよね、質問。あー、睡眠多いね。睡眠もやっぱり意識するのはめっちゃ大事だね。良質な睡眠を取ることによってやっぱ成長ホルモンが出るんで、その結果筋肉をね、回復させてくれるんですよ。なんで睡眠時間も本当にね、会社員の人難しいと思うんですけど、最低6時間多く取れるんだったら7時間8時間ぐらい寝れたら、すごく筋肉痛を治すにはめっちゃ効果的です。今サウナから帰ってきたんですけど、今日は1月6日で新年明けて一発目に動画を撮ってるんですね。で、2024年が始まって、地震が起きてとかさ、飛行機の事故があってとか、うん、日本全体がさ、今ちょっと暗くなってるじゃん、うん、で、こういう事故とかをね、起きて改めて思ったことは、やっぱりこう普段生活をしてたりとか生きてることっていうのは決して当たり前じゃないなっていうのはすごい思って、それはいつどうなるか分かんない、それは俺らもどうなるか分かんないし、明日っていうのも確実にあるものではない。だからこそ本当に毎日毎日真剣に生きなきゃと思ったし、災害に遭った人たちに今俺らができることは、その事故を一緒に悲しむんじゃなくて、俺らができることっていうのはやっぱりこう動画を通して見てる人を元気にしたりとか、何かしらのパワーを与えたりとかっていう、こうそれは俺らはさ、発信力っていうのがあるから、俺らにしかできないことだと思うのね。だからこそ今年っていうのは改めて自分たちの仕事の影響力だったりとか責任を感じて、いろいろな発信をしていかなきゃなっていうのはね、すごく思ったんだよね。ちょうどね、うん、この撮影する昨日1月5日に僕らね、プライベートで新年会してたわけですよ、うん、まあ、新年会って言っても2人で普通に飲みに行っただけなんだけど、やっぱその時にもね、いろいろ酒を飲みながら話してて、本当に当たり前を当たり前と思ったらおしまいだなって話はすごくしてたのね。で、僕らって10年以上の仲になるから、2人でいることが当たり前だと思っちゃってるし、俺からしてもマメがずっとこうね、俺と一緒にやってるっていうのがなんかすごく当たり前のように思っちゃってるから、ただその当たり前に思ってることってやっぱ人間誰しも思っちゃうんだけど、ただそれをこう普通に思った時に、2人の仲の良さだったりとか、その仲の良さから伝わるみんなへの発信力だったりとか、そういったところがどん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 減ってったら元も子もなくなっちゃうなっていうのをすごく感じてたのね。だから僕ら自身も本当今年はね、みんなに去年よりももっともっといい情報を届けたりとか、僕らの動画を通して何かチャレンジしたいなって思えるような気持ちにさせられたりとか、そのためにも僕ら自身はビジネスパートナーじゃなくて、あくまで友達で、友達であり、だからこそ楽しいコンテンツを作れるっていう、そんなね、動画作りだったりとか仕事っていうのを今年2024年はしていこうと思ってるんで、ぜひね、去年に引き続き僕らの力に加えて皆さんの力をいただけると、僕ら自身もね、より成長できると思ってるんで、うん、今年2024年も皆さんの力をご協力いただければなと思います。まあ僕らの動画ではね、マッチョになりたいとか、ダイエットを成功したいとかっていう以外にも、やっぱりこう体を変えることで自信がついて、その後の人生が良くなっていくっていうのをね、一個のテーマにして僕らもね、発信してますので、昨日よりかっこいい自分を目指して一緒に頑張りましょう。というわけで、僕ら日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれた方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。